ちょっとホームの方に、はい、ちょっとこちらに。銀山街道、というわけで今日も駅に来ました。ちょっとホームの方に、なんか昔の中署駅みたいな感じですね。置いてあります。今日は上下駅に来てます。早速、今日はねちょっと駅以外も歩いて、外歩いていこうかなと思います。よいしょ。なってます。で、なんか昔の中署駅みたいな感じです。詳しくはウィキペディアというかグーグルで調べたら出てくると思います。結構ね、昔ながらの、昔からやってたお店が多いですね。ちょっと今日はね、駅よりこの街がちょっと気になったんで行ってみようかなと思います。銀山街道、昔の上下町、商工案内図って書いてます。ちょっといろんな、なんかお店屋さんがありますね。現在地ね、結構ねありますね。
の結構昔ながらのお店が残りますね。教会ですね。上下教会。ちょっとなんか勝山に似たような感じですね。こう古い建物が多いですね。畳屋さん、骨董屋さんね。で、その先にタンス屋さん、病院、医院ですね。古いですね。でも立派な建物でございます。もともとの病院はここで、で今がこっちになってるみたいですね。あ、こっちか。古いですね。ああ、なるほど。笠岡からこれ続いてんですね。銀山街道ずっと行って、自販機が残ってます。まだ故障中ですけど残ってますね。うわ、すっごいな。ピザ屋さん。ワンコインセット、ワンコインケーキセット、来ました、まあ、ここまでですね。明治時代の警察署ですね。入ることはできない。はい、というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。まあ、街並みと駅っていう、まあ、緩い感じでございましたけど、ぜひね、皆さん機会があったら行ってみてください。勝山と矢掛をね組み合わせたような感じですね。銀山街道ですね。もともとこの上に銀山があったんで、その関係でしょうね。
ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。